外来種雑草、シマスズメノヒエ、アレチー花ナガビロードモウズイカ、イヌビエ、エノコログサ、イヌタネがあります。はい、ということでございましてですね、本日は同じ牛でも乳牛ではなくて肉牛のお話なんですけども、肉牛の場合だと牧草以外に穀物系の餌をあげないといけないっていうようなことなんですね。穀物系の餌になりますと、例えばコーンだとか大豆だとかそういったものなんですけども、やはり良質な肉を生産するのにはそれなりにカロリーの高い餌をあげないといけないので、牧草だけでは足りないと。ただ牧草だけで育てた肉牛っていうのもあるらしいんですけど、味的にはやはり穀物を食べさせた方がより美味しいらしいですね。ただ牛というのはもともとは草を食べる生き物なので、穀物を食べさせることに関してはちょっと無理があるような感じがしないでもないんですけどね。まあそうした意味ではちょっと何とも言えないんですけれども、まあね、例えば霜降りとかよく言いますけども、ああいう霜降りとかを作るのにはやはりその穀物系のものをたくさん食べさせないとダメっていうことなんですけど、ああいう霜降りとかっていうのはもともとなんか自然界には存在しないような感じがしないでもないですね。筋肉組織の中にまで脂肪が入り込んじゃったっていうものに関しては、ちょっと、まあ、栄養過多なのかなっていう感じがしないでもないです。はい。ただ、いずれにしましても、そういったものは、穀物が高騰してしまうと、途端に打撃を受けるわけでございまして、そうなってくると、ちょっと厳しいですね。穀物の代わりになるものっていうのは、まあ、例えば雑草の系統とかですぐに見つかるっていうわけにはいかないと思うんですよね。まあそういうこともありまして、そのあたりを代替の餌で補うことができるようになっていれば、また状況は変わるのかなっていう感じはします。例えばコーンの代わりにヒエとかエノコログサとかの実ですね。そういうのが代わりになるかどうか。それから大豆の代わりになるものとして安価な豆ですね。ただその豆の質が大豆とちょっと違うと、それもちょっと品質に響くかと思いますので、そこら辺なんとも言えないところです。たくさん取れる豆としましては、私が緑豆なんかを作っておりますけれども、緑豆なんかは一粒から千粒以上取れるので、それを大量生産して、それが肉牛の飼料用の穀物として使えるのであれば、そういった代替策が考えられるのかもしれないです。ただそれはテストをしてみないと何とも言えないですね。はい。ということなので、とりあえずいろいろテストをしてみないと、今すぐ OK というわけにはいかない。ということなので、何年間かその期間が必要ということなので、今の現時点での飼料高騰には対応しかねるというふうな結論が出るかと思います。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらどしどしお寄せください。それでは失礼いたします。